毎度おなじみ雄大コープ代表取締社長の三浦雄大と申します。本日のテーマはですね、見えるかな、この経過祭っていうところの地点を見ます。実はですね、ここ経過高等学校で、僕実はここの卒業生でありましてですね、今写真ちょっと文化祭にも来ております。はい、実は僕はですね、ちょうど10年前にこの経過高等学校にですね卒業しましてですね、まあ約、まあ3年ほど前に来たんですけれども、ちょっと久しぶりにちょっと来ようと思って来てみました。なのでちょっと僕は実はこの学校はですね、実は男子校でですね、2004年から2007年まで僕はこの学校に在学をしておりました。ではちょっと学校の中を覗きたいと思いますので、皆さんお付き合いのほどよろしくお願いいたします。まずこちらからまずご覧ください。はい、ここはいわゆる入り口ですね。僕は当時高校生の頃、ここの入り口から入っておりました。ちょっと懐かしい感じですね。で実はここにですね、今自販機あるんですけれども、実は僕は高校の頃はなんか売店が当時ありましてですね、なんかご飯とそぼろご飯みたいなのが確かありましてですね、そこでちょっと買ったのを覚えてますね。あとその食べたケースを売店に戻すことでなんか100円だったから戻ってくるという仕組みが当時ありました。はい、はい、ここは写真部の部屋となっておりますね。見てください、とても高校生だったとは思えないやつですね。ここに富士山ありますけれどもね、はあ、いやー、なかなかいいカメラ使ってんじゃないですかね。これどっかの港ですかね、確か。いやー、ほんとこれはやっぱ写真好きじゃないと、やっぱ技術を磨きることができないんじゃないかと僕は思ってますね。こういうなんか、例えばこれ駅なんですけれども、こういうなんか何気ないなんか静かな感じがですね、なんかそういう想像湧くようなやつが僕は感じております。はい、ここはね鉄道研究部っていうのブースとなっておりますね。実は僕先ほど言ったように2007年の3月に卒業したんですけれども、実はこの鉄道研究部は僕は卒業した後になんかできましたね。この年表見てください。2007年7月に理科部鉄道研究部は結成とあるんですけれども、僕が卒業する後になんかできましたね。もし僕がこの鉄道研究部があと 2,3 年早くできてたら、僕は必ずここに入っておりましたね。なんかあそこにですね、なんかすごいなんか電車が走ってますけれども、まあ、よくできてますね、やっぱり。はい、ここは理科部のブースとなっておりますね。これなんか化石となってますね。あといろいろな昔のなんか恐竜の説明とか、なんか宇宙の説明とかありますね。僕は当時文系だったので、理系については全く金粉カンプでした。あとは、なんか絵の生き物がいますね。いろいろいます、ね、これはカワムツっていうなんか魚がいます。なかなか飼育するの大変そうですね。あとはなんかプログラミングのなんかブースとかですね、こうなってます。ゲームですね。こうね、なんかロボットがありますね。なかなか難しいことをやっています。僕の頭にはとてもついていけません。はい、ここは美術部の部屋となっております。はい、これ神の絵とかありますね。これ彫刻ですね。よくできてます。なんかとってもなんか繊細でなんかできてる感じはしますね。あとここにはエヴァージェリオンの人間があります。エヴァージェリオンですね。なんか今500系でエヴァージェリオンの人、なんか新幹線が今塗装でなんか走ってるそうですね。まああれあれでかっこいいですよね。まあ本物はやっぱりかっこいいですね。やっぱりこれエヴァージェリオンです。はい、ただいま終了しました。なんかとてもいろんな催しがあって、ちょっと懐かしい気持ちがしましたね。はい、まあ、これからも機会があったら来ようと思います。
雄大コープの三浦雄大でした。ご視聴のほどありがとうございました。はい。